ブラッシングした後は抜け毛の掃除が大変だったり、関門機は部屋中毛だらけだったりとか、そんな時みんなあるだろ。そこでおすすめなのが最近バズってるこの商品、あとはペットグリーミングキット。ちょっと待って、この箱の反対側も見せるから、あったあった、よし、そうそうそう、この調子だ。あともう少し、もう少し見せられるぞ。腹筋が破壊される。あったみんな見えてる、グッド。今日もめっちゃいい商品紹介するから、今日気合入ってるぜ。休学スタイルでいくぞ。よし、キックオフ。そう、よし、一人抜いて、そして二人目抜いて、ゴール前必殺タイガーシュート。ホームランペットさんのペットグリーミングキット、それでは早速開封していきましょう。まずはトリセツ、ワンちゃんとかトリミングするやつ、それのアタッチメント各種、エチケットブラシ。てかこれあれじゃん、ソファーとかにさ毛ついててもさ、ゴリゴリやったら取れるやつじゃん。押して引いてやったら毛がどんどん巻きついて取れるんだよな、これ。ちょ、楽しみなんですけど。掃除するやつの先細いやつ、ホース、ピンブラシ。やたら毛が取れるやつ、アタッチメント保管袋、素材がやたらいい。そして本体、あれ本体の中に何か入ってる。まあ粋だね、ホームランペットさん、サプライズしてきたんだね。なんか一言言ってくれりゃいいのにさ。まあレビューしてくれてありがとうみたいな感じでプレゼント入れてくれたんだな。なんだこれ、おいおい、嘘だろ。ホームランペットさん、ありがとう。こんなに気持ちのこもったプレゼント初めてだよ。ずっと大事に使いよ、このシャンプーブラシ。こんなに涙で濡らしちゃった、どう。うわー、騙された、また、イエーイ、いやいやいや、騙された、どんどんどん、これ何これ、どんどんどん、キレがねえな。いつチャイたちの出番は。ジェイちゃん、ほんとそうだよ。しかもなんか隣の部屋でドタバタうるさいし。それでは早速使っていくぜ。コンセントにドン、そしてホースもドン。最初に使うアタッチメントはこちら、クリックブラシ。毛並みを整えたり、ホコリや塗りを除去したいときはこれ、ファイルだオン。 45dB の静音性、図書館並みの静かさ。ちょっと待って、スタッフさん、グルーミングって何、掃除機みたいなやつなの？カリ NG だよ。こりゃ高級スパだな。どうしよう、延長しようかな。おお、毛が取れてる。あとはカシャカシャやって吸い込ませる。カリの息子が回ってる。次のアタッチメントはこちら、アンダーコート集めにはこれ、スクラッチャーブラシ。ブラシブラシブラジャーブラジャーブラジャー。いやー、今回の動画も絶対成功するっしょ。何これ、何これ、ちょっと待って、何何これ、何これ、あー、やべ、登ってきた。うわー、座れる、やばー。うお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 う。アンダーコートと言われているふわふわの毛があるペットは、関門機にはこまめなブラッシングが必要です。アンダーコートのお手入れに適しているのがこちらのスクラッチャーブラシ。こりゃ高級スパだな。こちらもワンプッシュで集めた抜け毛を逃さず吸い込みます。続いてはこちら、シリコーンブラシ。ブラッシングはペットと飼い主のコミュニケーションの一つ。抜け毛を取り除きながら優しく地肌を刺激してあげましょう。たまんねー、行ってきまーす。やめろよー。あとは家具も隙間も一瞬でスッキリ、お掃除ブラシヘッド。そして隙間ノズル。さあ、ソファについた猫の毛をお掃除ブラシヘッドで掃除していくぞ。おい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 、嘘だろ、秒で綺麗になったよ。やるじゃねえか、この野郎。そして次は、おい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 、ソファーの間が毛だらけだ。ちょっと待って、これカリンちゃんでしょ。なんだか恥ずかしいな。カリンちゃん大丈夫、僕に任せて。カリン、スタッフさん好き。うわー、嬉しい、今すぐ借りていくよ。カリンちゃんは恥ずかしめてるのはお前だな。隙間ガシャンノズル、ポファー。おら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 。それでは最後に超簡単なお手入れ方法、パカッパカッファサー。しかもこのタンク水洗いできちゃいます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ホームランペットさんのペットグリーミングキット、他にも吸引力がすごかったり、主にワンちゃん向けですが、第一に安全を考えて設計されたバリカンの機能、性能などなど伝えられなかった魅力がたくさんあります。
より詳しく知りたい方はこの動画の概要欄のリンクからチェックしてくださいね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。そしてこの動画が良ければいいねボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ファーストテイクでいきますよ。絶対に僕は買いません。それではいきます。はい、ということで掃除機の音が苦手なかりんちゃんちゃいちゃんはなぜグリーミングキットを使わせてくれたのか。それはそもそもこのグリーミングキットのモードが弱だと音が小さいことと、さらに煩わしいと思っていたこのホースが2メーターあって音の出る本体が離れたところでグリーミングすることができるので、さらに音に対する意識を減らすことができるということが要因だと思います。それと僕のお気に入りの機能、それは起動する前にパワーの弱中強を調整することができることです。ハイパワーの状態で起動してしまったらかりんちゃんちゃいちゃんはびっくりでグリーミングさせてくれなかってしまうのであらかじめパワーを調整してから起動することができるのがいいですね。それと最後にペットグリーミングキットのことはバカにしてましたこんなの家にあるブラシでいいじゃん、掃除機みたいでめんどくさい、絶対に使わないわと思ってました。きっとあなたもその一人ではないでしょうか。僕は動画のネタになるからまあいいやって車に構えながら使ってみたらこれはなかなかいいんですよ。まずそもそもアタッチメントの能力が高くてよく毛が取れることと、その取れた毛をすぐに吸えること、これ使ってから気づいたんですけれども、グルーミングした後に毛が舞うことや後処理をすることにストレスを感じていたことに気づきました。本当本編ごめんなさいまた仕事ください。ということでこの動画は以上となります。気になる方はチェックしてください。それでは私もちのこの制作をしておりますどうもスタッフさんでした。